皆様、こんにちは。三田真央です。着々と、YouTube 投稿していっておりますが、今回はプレゼン大会第2弾でゲストをお招きしまして、投稿、プレゼンをしていきたいと思います。いや、前回のプレゼンはめちゃくちゃ面白かったな。なんか、生き別れのね、生き別れか前世の兄弟かなんか、その絆が芽生えてしまって、前回は初対面でのプレゼンだったんですけれども、今回は、めちゃくちゃ熱い、私の中で。できっと、見てくださってる皆様の中でも熱いと思ってくださる方がいるんではないでしょうか。この方をゲストにお呼びいたしました。お呼びしましょう。この方です。どうぞ。こんにちは。あ、びっくりした。気抜いてた。桜稲垣咲さんでーす。はーい、エヴァンゲリオン芸人の稲垣咲です。お願いしまーす。いやー、久しぶりー。お久しぶりでーす。いや、めっちゃ嬉しい。今この話でね、熱い方はきっと熱いんじゃないでしょうかと言ってたんですよ。うんうん、この二人が。あ、そうやね。そう。うん。前回その前一緒にラジオをさせていただいておりまして、はい、本当にお世話になったんですよ、皆さん。いやー、こちらこそ、もうさ、うん、だいぶ前やんな。めちゃくちゃ前です。だって、うちらが2人とも同居前やもんね。うん、はい、はい。もう4年 ?4、5年前とか。ね。うん。その間に、東京は NMB を卒業して、ね、今立派にやってると聞いてますよ。いや、とんでもございません。だって、さきさんもその間にご結婚されて、はい、そこまでいらっしゃるじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、時の流れを感じます。ねえ、元気、うん、元気です、うん。めちゃくちゃ一人暮らし満喫してます。あ、そっかそっか。はい。東京やけど、あんまり合わんもんね、仕事とかでもね。合わないですよね。うん。めちゃくちゃ楽しんでます、東京。はじけてる？はじけてる。よかった、よかった。いやー、またこうやってお話できて、お仕事できて、めちゃくちゃ嬉しいです。うん、ありがとうございます、うん。こちらこそ。そして今回は、プレゼン大会ということで、うん、私にプレゼン。皆さんにプレゼンする作品を3作品持ってきていただいてるはずなんですけれども、はいはい、まずはさきさんの方からプレゼンしていただきたいと思います。わかりました。はい、じゃあ早速、はい、大丈夫でしょうか。じゃあまあこういう時にプレゼンしてね、3つ選んでくださいっていう真央キュンからの要望やったやんか。はい。でやっぱりこのエヴァンゲリオン芸人を15年ぐらいやってるので、はい、はい、これはもう外すような、すかしたことはやめとこうと今回思いまして。はい。やっぱり一番はね、エヴァンゲリオンをぜひプレゼンしたいと思います。はい、私でも、ずっとオタクって言ってきたけど、うん、エヴァンゲリオンだけ見たことなくて。なんでやねん。さきさんに教えてもらったんですよね。DVD 借りて映画の。そう、ラジオの時にね。そう。で今が、新劇場版のシリーズのね、うん、最後の4部作を、はい、本当は6月27日に公開予定やったんやけど、コロナの影響でちょっと今延期中なので、うん、もう本当にね、うん、街をちょっと歩いたエヴァのポスターバーン貼ってたりとか、うん、もうエヴァとの何々がコラボ商品バーンってなったりとか、もうめちゃくちゃ盛り上がってるから、はい、もうこの機にですね、エヴァを全く知らない人にぜひね、見てほしいと思います。うん、はい。ぜひ、本当に、はい。いろんなところにありますもんね、今ね。そうそうそう、盛り上がってるでしょ？うん。で、まあ、エヴァンゲリオンっていうのは、めちゃくちゃ、難しいイメージがあると思うんですよ。うん、はい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 。ね、見て、どうやった？うん、いや、めちゃくちゃ難しかった。なんか、一回ではあんま理解できんくって、私も。うん。なんか、有名やから、これは知って、なんかこの紫の機体とか、はいはい、なんかは知ってる、舞台も知ってるし、うん、キャラクターも知ってるけど、結局はこれなんなんやろっていう感じのままずっと漂ってたのを、さきさんに教えてもらって、見たから、まだ私は予備知識やってみたけど、うんうん、こう、パッと見て、じゃあこれ一回で理解してくださいって言われたら何のことかわかんないかもしれない。でしょ？うん。まあ、エヴァンゲリオンってパッと見ロボットアニメのように見えるんだけど、うん、
あれは汎用人型血清兵器人造人間って前についてる通り人造人間なので生き物なんですね。そうなんですよね。そう、うん、でもそれを操るにはパイロットがいて、うん、パイロットは普通の大人ではなく、うん、初号機に乗れるのは碇シンジ君だったり2号機はアスカ、うん、0号機はレイっていうもう、うん、そのエヴァにはこの子っていうのが決まっているというすごく難しい、うん、まあ乗り物なわけですよ。うん、うん、で、普通のねあのヒーローアニメだったら主人公が、うん、おっしゃー、はいはいはい、平和に世界を救ってるぜイエーイって、うん、もうノリノリじゃないですか。はいはいはい。シンジはねずっといや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 やな、ほんまに。そう、生まれたっても泣いてる。そう、もうね、うん、本当に逃げちゃダメだから始まる、うん、もう本当に大人に対して嫌悪感を抱いてね、お父さんにトラウマがあるから、うん、だからもうあのやればいいんでしょみんなが言うからやりますよみたいな本当にイラッとするような言葉をね、うん、でもそれはなぜかというとあの、うん、別に乗りたい子ではないし、うん、世界なんてどうでもいいというもう無気力人間やったシンジやったり、うんうん、あとはあの思春期っていうね14歳っていう設定なんだけど、うん、そう、だから思春期の、もうマウキュンとか14歳の時何してた ?14 歳も受験真っ只中でしたもんね。もう本当にアニメのことしか考えてない。うん、ガキ。ただのガキやった。え、受験生やのにアニメのことしか考えてなかったの？うん。大問題やね。全然考えてなかった、勉強のことなんて。でもまあとにかく自分のさ、好きなことをさ、もう血気盛んにやりたい時期じゃない。うん、そうですよね。で、周りの親のことなんて心配とかも関係なくさ、私ももうなんか芸能界入りたいから事務所に勝手に履歴書送ったりとか、うんうんうん、なんかそういうこと勝手にやってた時期だから、うんうん、だからシンジにいきなりあの初号機に乗れって言われてすごい酷なことをね、ずっとやらされてるっていう、うん、本当にアニメ史上だいぶランキングとしては不幸レベルが高い主人公だったりするんだ。確かに。うん、でそういうのが魅力なんだけど、うん、そもそもね、エヴァと戦っている使徒と呼ばれるものは何なのかって、わかる？答えれる？答えれない。考えたことないでしょ。神みたいな。まあでもちょっと惜しい。ってなっちゃう。なんか、なんやろう、うん、敵っていうイメージでした。そうでしょ、ガンダムやったら敵はものすごくシャアだったりね。うん。すごく、なんで戦ってるかって言ったら、お互いの正義があって、守るべきものがあって戦争になるとか。うん。そういうね、結構他のアニメとか漫画は明確な理由があるんだけど、うん。エヴァに関したら、使徒って、どこから攻めてきて、何がしたいからネルフ本部に来てるのかっていうのがずっと謎なの。うん、ああ、やっぱ謎なんですね、あれって。謎、パッと見謎やねん。うんうんうん、よく考えたら言うてるねん。そうなんや言うてるんですよ。でこれがなぜ使徒が攻めてくるかっていう話なんだけど、うん、これがね本当にね本編にはね全然書かれてなくて、うんうんうん、まず地球があるでしょ。はい、地球。で地球にはもともと使徒たちが住んでたの。あへー、住んでたんだけど、神様が間違えて人類の、親元、リリスっていう、親の種を地球にボーンって投げたの。ああ！だから、地球には一つの、地球を司る生命体しか生き入れないじゃない。もう司ってるのは一個じゃない。うん、現実やったら人間になるんだけど、うん、でもエヴァの世界ではもともといた使徒がいきなり後からやってきた人類が脅かそうとしてるから、ああ生き残りをかけた戦いなの。そうなんや。もうゾッとするでしょ。うわ、ゾッとした。面白い。でこういうことをですね分かったらエヴァっていう作品がどん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 理解深まって面白くなるんだけど、うんうん、今回はね、ちょっと特別にですね、はい。まだ今の話ではピンとこうへんなとか思う人のために、うん、はい。私がですね、こういうのをご用意しました。何ですか？ちょっと待った！初めてのエヴァンゲリオン！神動画になってしまう！これ、
これね、自分の動画、YouTube にも上げてるからね。申し訳ないんだけど。でも、ぜひ、マオキュンにね、ちょっと見てほしくて。うわやったありがとうございますはい。もう、プレゼンはこれさえね、やればね、全部わかると思うので。わはい。これは、今、2月に生まれた0歳の息子に向けて私が書いたものです。英才教育ですもんね。そうそうそう。始まってるからね。はい。ということで、モーキューもね、エヴァ初心者ということで、ぜひ見てください。はい。はい、初めてのエヴァンゲリオン。始まり始まり。あるところに、仲良しなクマちゃんと猫ちゃんとウサギちゃんがいました。うん。そこに、意地悪なオオカミくんがやってきました。オオカミくんは、今日も、猫ちゃんをガブ。え、痛い。これが涙。泣いてるのは私。という感じでね。猫ちゃんが泣いています。それを見たクマちゃんは、逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。言うてね。うん。で、この、ぐさあ、狼さんをぐさっと刺しました。うん。でもクマちゃんは思いました。どうしていつも喧嘩になってしまうのだろう。うん。あ、そっか。僕とオオカミくんの考え方が違うからだ。そうだな。それと同時に、うん、猫ちゃんとウサギちゃんの考え方も違う。うん。だからみんな争ってしまうんだ。うん。ね、戦争が起きてしまうんだ。うんうん、ということはもうみんな一つになって。うん。一つの生命体に、完全な生命体になったら、考え方も一つにまとまるから争うことなんて起こらないんじゃないかなと思いました。確かに。ね？これをいわゆる人類補完計画と言います。うん、ああ、そういうことなんや！はい。しかし、うさぎちゃんは思いました。はい。はい、みんなが一緒くたになったら、もうごちゃ混ぜになって、こんな気持ち悪くなっちゃうんじゃないの？あんたバカ？あ、もう。はい。思いました。ね。それに、私は、クマちゃんのことが好きだから、一緒になっちゃったら、一つの生命体になったら結婚できないじゃないと。うん。言った？ウサギちゃんに対してクマちゃんは、ウサギちゃんのわからずや。わからずやにはこうするぞ。ぎゅ。キョクロン終わりというね。キョクロン。はい。これを息子さんに、はい、毎晩朗読しています。なんて酷な。これはね、テレビ版と旧劇場版をね、ぎゅーっと分かりやすく詰め込んだものなんだけど、まあ、クマちゃんは、はい、シンジ、猫さんは、レイで、ウサギはアヤナ、あ、じゃあ、アスカ、うん、で、オオカミさんがシトというね、うんうん、感じにしたんだけど、いや、めちゃくちゃ分かりやすかったです。でしょ。だから今言ったなぜシトが攻めてくるのかっていうプラス、うん、人間は人間で、なんていうのかな、寿命があるから、うん、もう死んでしまうわけよ、うんうん、でもシトは寿命がないわけよ、うんうんうん、だからシトの能力を全部もらってで、んで考え方を全部まとめたら争い事もなくなるから、うん、それを、まあ、生命の実と知恵の実って言うんだけど、うん、その二つを得たら初めて完璧な存在になると。まあこれは旧約聖書のね、話になるんだけど、うん、はい、そう、それが人類補完計画だったりするのね。あー、そうなんや。そうなんですよ。いや、いい企画や、これは。そう、ああ、もうなるほど。めちゃくちゃわかりました。わかった？はい。これを見ても、うん、うん。はいはい。で、それをやりたいのがゼーレなんだけど、碇シンジのお父さんの碇言動は、うん、はいはいはい、初号機に取り込まれてしまった奥さん、碇ゆいさんに会いたいだけのために、世界を巻き込んだ、世界を滅ぼして一人神になろうとしている嫁大好きおじさんなんです。そう、なんかそこはあんま
がよく分かってなくて、曖昧に、うん、お母さんってことも分かってるし、そのために動いてるんやろなってことは分かってたけど、なんでそんなにこう組織とのその考え方の相違があるんやろうとは思ってたんですけど、そういうことやったんですね、うん、そう、もう言動はね、嫁以外もシンジも含めもう何にもいらない、うん、もうどうにでもなってもいいと思っている、もうド変態だと私は思ってるんだけど、いや違いない、ド変態ですね、うん、だからまあそれでね、振り回されるシンジたちの物語がエヴァンゲリオンなんですよ。はあ、や、見方変わりますでしょう。めちゃくちゃ変わります見方、うん、いやー、ありがとうございました。なんかすっきりしました。もうだからこれを踏まえてね、今からやったら、あの新劇場版ジョハ Q を見て、次公開されるね、うん、新エヴァンゲリオンの公開を待って、劇場で見たら、うん、もう完璧エヴァンゲリオン保管できるという話なので、ぜひ真央Qも見てください、はい。ありがとうございます。はい。素晴らしいプレゼン。いや、これ出された後次嫌やな。なるほど。ありがとうございました、エヴァンゲリオン。私今回さきさんにそのプレゼンするにあたって、うん、いっぱい見てらっしゃると思うから、やっぱり、うんうん、その作品を私が最近見た中の大人の女性向けにぜひ見てほしい漫画を紹介したいと思います、うん、今回は。お、漫画。漫画です。今回3作品とも漫画をご用意いたしました、うん、はいはいはい。まずじゃあ1作品目、うん、煙と蜜。おーでございます。BL かな、真央キュンが勧めるってことは。少女漫画です。え、不女子ですよね。はい、不女子なんですけれども、うん、今回はそこの辺ちょっと考慮しまして、全部少女漫画に収めてきました。そうなの？この、はい、実は着物着てる方、実はなんか、ショタ的な男じゃないの？それめちゃめちゃ見たいんですけど、違います。見たいけど違う。ちゃんと、あの、女性と男性のお話。はいはい。で、さっき今ショタっておっしゃられたんですけど、うん、そう、見た目めちゃめちゃちっちゃいですよね、うん、で、この舞台が大正時代のお話なんですけど、おそう、実はこの2人、いいなずけ同士なんですよ。あら、12歳と18歳、年の差18歳の、12歳と30歳。あー、12歳と30歳の年の差18歳の2人のお話なんですよ。今なら犯罪やね。犯罪。でも、その、主人公のこのね、おかっぱの女の子、ひめこちゃんと言います。うん、この子の家が結構大きなお家で、で、この文治さん、男の人の文治さんのお家も多分、お家というか、位が高いんですよね、軍人さんで。うん、のお話で、一巻までしかまだ出てないんですけど、うん、一巻は日常編と言いますか、うん、この大きなお屋敷に住んでるひめこちゃんと、その周りにいるお月の、女の人たちと文治さんのお話っていう感じで、すごいほのぼのとした感じなんですよ。でもね、この文治さんのお顔を見てくださったらわかると思うんですけど、うん、だいぶね、ちょっとすれてるんですよね。すれてる。クマすごいね。そう。でも、ずっと笑顔でニコニコしてて、ひめこちゃんに対しても12歳やから、こう、学校の話を聞いて、そうなんですね。うん、言ったりとか、本当にほのぼのしてるんですけど、うん、その文治さんの位の高い、その組織でのお話やったりとかもちょくちょく入ってて、うん、この二人の関係って本当にこう、なんていうやろ、お互いが望んで行われてることなんかなとか、ひめこちゃんはめちゃくちゃ好きなんですよ、文治さんのこと。ほうほうほう。で、恋をちゃんとしてて、文治さんが来るから今日はこのリボンにしようとか。あー、かわいい。そう、めちゃくちゃかわいいんですよ。なんかこう、コロンを懐に入れて、こう、うん、コロンをつけたハンカチをね、懐に入れて、いい匂いするでしょとか、めちゃくちゃかわいいんですよ。うん、でそれに対して、その、いいなずけの文治さんは、ひめこちゃんのことを、いいなずけ殿と呼んでね。ほうほう。いいなずけ殿と呼んで、こう、12歳、18歳差やから、こう、子供に対する対応をしてるんですけど、たまに、こう、引き寄せて、その、懐にあるハンカチのコロンの匂いを嗅いだりとか、ちょっとドキドキっていう感じもあったりするんですね。でも、文治さん的には、その18歳の差の言い名付けのそのお話をなぜ受けたのかとかもまだ全然わかんないし、あ、謎なんや。うん、その相応の家の関係とかも全然わかんないし、うんうんうん、どういう展開になっていくんかなっていうので今回おすすめしたくって、
なるほど。あ、そうか。まだ一巻やから、全然先がわかんないよね。わかんない。けど、本当に大正時代のその着物の柄とか、その舞台背景やったりとか、その文治さんのその制服、大服のもう装飾だったりとか、うん、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、画面が。常に漫画1ページ1ページ。だからそういう意味でも見てほしいなっていう。この今後に期待のんと、ぜひ見てほしいっていうのをダブル押しで今回はこの煙と蜜ご紹介させていただきました。なるほど、ちょっと変わった設定やね。そう、まさか18歳さやとは思わんかった。私も12歳にだっておじさんが恋愛できる？そう、そうなんですよね。いやだってさ、恋愛漫画のさ時ってさ、だいたいさ中盤ぐらいでキスしてさ、うん、で最後は結ばれてエンドやんか。うん、無理やん。無理キスもほっぺに中ぐらいやで。本当に本当にそんな感じやけど、姫子ちゃんはもうずっとこう、うん、純粋に文治さんのこと好きで、うん、めちゃくちゃ可愛いんですけどね。いやどうなるんやろうっていう。でもめちゃくちゃ面白い。1巻でこんなに面白いのかってぐらい面白いから、ぜひ見てほしいんですよね。なるほど。以上。うちの夫婦もね、うん、私が8個上やのよ。うん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 。だから、年の差的にはちょっと逆やけど興味はある。ああ、もうぜひ見てほしい。ぜひ見てほしい、まあ。ちょっと年の差っていうか、もうただ親子ぐらい近い、その年の差やけど。うん、確かにね。たしなめてるようで、文治さんも実は恋心あるんちゃうかっていうのを私、ゆぶさんも見せおるんですわ。ああ、12歳にそう。でもそう、12歳にってなるから、裏があるんちゃうかの、こんな顔やしな、とか思ったり。ああ、なるほどね。いろいろ考察もできる漫画です。なるほど。はい、以上。読みたい、ありがとう。プレゼンでした。はい、1作品が終わったところで、はい、次2作品いきたいんですけれども、それは次の動画にしたいと思います。はい、以上、プレゼン大会第1回でした。